復労中夜逆転生活とは、主に深夜帯を活動の中心とし、朝から昼にかけてを睡眠時間に当てている生活のこと。考えられる要因は以下の通り。仕事上の理由帰国後による自差ボケ乳児の夜なき時堕落な生活睡眠障害1日の周期である外実リズムがずれている睡眠障害には、毎日同じような生活リズムを保ちながら、 通常の生活時間よりもずれている睡眠症抗体症候群や、あるいは薬物の影響による薬物誘発性睡眠障害など様々な原因が考えられる。睡眠障害である場合、著しい苦痛や生活機能の障害が継続している必要があり、単なる夜間勤務による外実リズムの変化とは異なる。昼夜逆転は体に悪く、 自律神経系の働きが低下し不定重素が現れる。寝ていても交換神経系が働いている状態であり常に体が緊張状態にある。また血流が悪くなり脳へのエネルギー供給が少ない。したがって気力が低下し思考も鈍くなる。ホルモンの分泌、深部体温のリズムにも異常を示す。慢性疲労にありすぐ疲れてしまう。治療法として 法療法などがある。日頃からの重労働と睡眠不足が引き金となる。メラトニン、コルチゾール、ベータエンドルフィン。参考文献、ロウ症候群を克服する、ミーケテルヒソ1997年、講談社 ISBN40 億6254万843。ありがとうございます。